福島県の皆さん、はじめまして。私は茨城県にあります雄峰会栗田病院の広報担当の進藤です。栗田病院は認知症をはじめ高齢期に発症する精神疾患や高齢者のうつ病治療など高齢者の方のメンタルヘルスに力を入れている病院です。また認知症疾患医療センターや外来でのリハビリテーション介護部門など高齢者の方を住み慣れた地域で支えられるよう全力でサポートしています。今の自分よりもさらにレベルアップしたい、または高齢者医療の現場で働きたいけども初めてなのでしっかりと学べる職場で働きたいと考えている方、栗田病院の環境は皆さんにぴったりです。少しでも興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、まずは病院ホームページをご覧ください。病院見学会も実施しておりますので、ぜひ一度私たちの職場を見に来てください。こちらも詳しくはホームページをご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。